60式自走1 0 6ト、mm、ル無反動砲は陸上自衛隊の普通化部隊が運用していた自走無反動砲。1979年の生産終了までに総計253両が製造され、2008年に全車が退役した。1960年に第二次世界大戦後初の国産装機式装甲戦闘車両として正式化され、2008年に 全車が退役するまで半世紀にわたり使用が続けられた。61式戦車や60式装甲車など1950年代から開発が進められた国産兵器の一つ。待ち伏せによる対戦車攻撃を主任務とする。隊員間では 106SP と故障されていた。また、戦前から不表示化用の極小型戦車は豆戦車と呼ばれており、 60式にも、豆ンの通称があった。対戦車誘導弾が開発される以前は、四段対戦車隊のジープ搭載型無反動砲を入れ替える形で四個対戦車小隊に完全配備。64式対戦車誘導弾が配備され始めると、次第に運用は、四段対戦車隊の四個小隊中二個対戦車小隊、普通か連隊普通か中隊の対戦車小隊、 無反動分隊末期には、対戦車小隊の例下2個対戦車分隊のうち1個分隊に配備され、主に大気候戦闘の他に、遠距離からの陣地攻撃などに用いられていた。ジープなどの非走行車両に無反動砲を搭載した、対戦車車両も存在するが、走行車両としての自走無反動砲は、60式とアメリカの M50 オントス自走、無反動砲しかない。 2008年3月31日に北海道のマコマ内駐屯地に配備されていた車両の退役をもって全車が退役した。個人傾向型の対戦車兵器が登場したことで後継となる車両は開発されなかったが、それらの下記が自衛隊内に広く普及するまでの長期間運用となった。60式自走 106mm 無反動砲の開発は 1955年に自衛隊装備の調達に対する予算執行の際にクレームがついたことに橋を発する。この時、再度予算の振り分けが行われることとなり、防衛庁技術研究所が1954年から開発が行われていた無反動砲を搭載する自走式無反動砲の開発を計画し、三菱重工業と小松製作所に打診を行った。 開発略記号の SS は、早期走行車、走行戦闘車、走行早期車の頭文字を取ったという複数の説がある。東千歳駐屯地に保存展示されている試作車 SS-1。方針が四連であることが確認できる。二社による競争試作が行われ、小松製作所製試作車 SS-1 と三菱重工業製試作車 SS-2 が、 静岡県の陸上自衛隊富士学校にて評価試験を行った。開発計画が同時にスタートした61式戦車の開発が本格化したため、三菱重工業はそちらに本腰を入れるとともに、小松製作所の SS-1 が指示を集めたことから、第二次試作車の開発を小松製作所が単独で行うこととなった。 三菱重工業側の研究成果の一部を取り入れた第二次試作車 SS-3M50 オントス地層無反動砲を参考に無反動砲を4門搭載した SS-1 の開発の後最終試作車 SS-4 が製作され1960年に60式地層 106mm 無反動砲として正式採用された製造は車体を 小松製作所、無反動砲を日本製工所が担当した。無反動砲と同軸のスポットライフルは、ブローニング M20 機関銃ではなく、レミントン社のセミオートマチックライフルである M8C を、法和工業で、ライセンス生産した、60式 12.7mm スポットライフルである。蛍光弾数は、 放出席右側のダイヤクラックに10発入り断層を4個の計40発である。車体は1.38メートルと車高が低く、車体右側に主砲として60式106ミリメートル、無反動砲を2門搭載する。乗員は、社長、操縦手、操填手の3名で、車体中央に、社長席が、車体左側に操縦手席と、操縦手席と、 背中合わせに折りたたみ式の簡素な装填主要座席がある。社長席とキューポラは手法の方がと一体化しており、垂直に昇降する。操縦には熟練した技術が必要とされ、末期にはこの車両を扱える人材不足もあり、古株の順位、総長などが若手を差し置いて自ら操縦することが多かった。装行は極めて薄いアルミ合金製で、 敵戦車の反撃には耐えられない。このため、連続発射で確実に敵戦車を破壊するため、主砲を2門搭載した。主砲に並行して装着された1 2 7ト、mm、ルスポットライフルで目標を射撃し、栄光弾の功績を目視で確認することで照準を行う。スポットライフルが目標に命中すれば、直ちに主砲を発砲する。 無反動砲の射程が約7000メートルであるのに対し、スポットライフルの有効射程が1000メートル前後であることから遠距離の目標に対する射撃は不可能だった。車体左周部に4発、車体右周部に4発、右フェンダー後部上面に2発の計10発の弾薬を携行する。自動装填装置は備えておらず、砲弾の再装填には装填手が車外に出る必要がある。 二問の手法には、油圧で垂直に昇降する機能があり、待ち伏せ攻撃時に遮蔽物から手法だけを覗かせて射撃できる。無反動法であるため、発砲時には激しい後方爆風が発生して、砂煙を巻き上げ、発砲音も大きいことから一度攻撃すると敵に発見される可能性が大きいと考えられた。そのため、発砲後は直ちに交代して、 人地変換を行うことになっていた。戦闘時の配置も、後方爆風が味方に危害を与えない場所が選ばれる。配備部隊では、飛壮項目標を直接照準で攻撃する運用法も考えられていたとされる。ちなみに、本社と同一の車体に64、式対戦車誘導弾を搭載した、戦車駆逐車も試作されたが、命中まで時間がかかる誘導弾は待ち伏せに不利とされ、 不採用となった。また、空砲の射撃ができたことから部隊での運用方法の一環として退役間近の時点で敵戦射薬として運用される例もあった。ありがとうございます。